皆さんこんにちは、たすがいナイスです。リアルデイズ100デイズ2日目やっていきましょう。元のワールドを使ってるのはちょっとね、裏作業してるだけなので気にしないでください。ということで早速ね、やっていきましょう。選択したワールドで遊んでいきます。はい、ということでやってまいりましたので、ここでタイマーをスタートしまして、さあ朝なのでね、さあ早速いきます。上へ参ります。このね、さっき昨日作ったはしごですね、さっきじゃないですね、昨日作ったはしごを使いまして上へ参りますが、これ足りますか。はしご足りそうですね、足りそうですね、大丈夫そう。オッケー。さあ上へ登りまして、ちょっとなんでこっち側に松明置いてあんの君。ねえねえねえ、こっち側に松明置いたら邪魔じゃん。どう考えてもさあ、あギリギリ足りないかもしれない。あ、ギリギリ、ギリギリ、ギリギリ足りなーい。ちょっと待って、ギリギリ足んないのはちょっと違くないそれ。ちょっとね、もう一回戻るのは時間の無駄なので、一回ね、これで土で、リカバリーして。さあ、周りにクリーパーやら何やらかんやらはおりませんね。では、一旦村の方へ参ります。村の方へ行って、ちょっと村の物色の続きしましょう。さあ、クリーパーに気をつけたい。特にね、この草地、サバンナではありますが、草地なのでね、ちょっと緑のクリーパーはね、ちょっと見にくいのでね、そこだけ気をつけていきたいですが、さあ、村人はまあ、さすがに大丈夫でしょう。大丈夫だと思いますが、さあ、猫ちゃんもおりまして、特にゾンビとかも大丈夫そうですよね。さあ、村の物色続きをしていくか、この辺で石炭を掘るかの二択なんですけども、一旦食料を確保するか、食料を確保しつつ、まあ物色しつつって感じで。まあ今日はね、まだ8分ありますので、おーっと、この辺いっぱい、待って。ですね、まず作業台を作りまして、作業台ね、下に置いてきましたので、作業台を作りまして、作業台を置きまして、丸石でかまどを作っていきましょう。かまどを2作りまして、まあ2、2じゃなくてもいいんですけど、で、鉄焼きましょう。まあ、2つ、もう合成に行きましょう。2つ入れまして、まあ、あとはいいか。なんで2つ作ったんだ?じゃあ。まあ、いいや。とりあえず、なんか装備ゲットしましたね。他は何も入ってない。オッケー。上着がありますね。ズボンとブーツ2つ目はいらないので捨てていきます。えいやと、オッケー。さ、捨てまして、ジャングルありますね。ジャングル、ここは?あー、お肉類。お肉類か。まあ、別にって感じですね。まあ、一応全部もらっていきましょう。さあ、向こう側へ参りまして、アカシアだとさ、あれですよね、なんか、なんだ、スイカとかがある可能性もありますよね。サトウキビ一応もらっていきましょう。サトウキビもね、そんなに量を生成できないはずなので、まあ、サトウキビをもらっていきつつの、君は?君は見たとこかな?川。あ、ちょっと閉めないで。さ、作業台がありまして、まあ、これは放置でよくて、この辺のね、食料もらっていきましょう。パンはね、いっぱいもらっていきましょう。さあ、畑とかもね、作っていきたいところではございますが、ちょっと畑はね、まだかな。ちょっとまだかな。まだ仮拠点もできてないので、畑はまだですね。さあ、いっぱいね、干し草の俵ゲットしましてね、しばらく食べるものに困らなそうなのは嬉しいですね。この村、干し草の俵ありすぎじゃね?めっちゃあるよね。てか、結構取ったはずなのに、まだめちゃめちゃあるね。いいね。めっちゃいいじゃん。さあ、いっぱい取りまして。さあ、今日何をするかって感じですよね。まあ、今日基本的に村の物色と、まあ、時間余ったら、まあ、仮拠点の建築の建築始めしてもいいし、まあ、もうちょっと木材取ってもいいし、みたいな、そんな感じですが。さあ、かぼちゃありますね。かぼちゃがありまして、干し草の俵大量になるな、本当に。めちゃめちゃ大量になります。ジャングルの方行ってもいいですけどね。ジャングルってね、なんか一応敵が湧くみたいなこともなくはないので、まあそれだけ気をつけつつって感じですね。なんかスケルトンいない?鶏でした。白いものを見るとスケルトンに見えてしまう病。病です。さあ、ここは?ここは、特に欲しいものはない。さあ、カボチャですね。カボチャ、まあ欲しいっちゃ欲しいですけど、これ自生しているカボチャだな。いや、これ栽培じゃなくて自生ですね。村の中に自生してるんだ。珍しいですね。さあ、特に必要なものなし。まあ、大体見終わりましたかね、村の中は。多分村の中大体見ましたね。さあ、こっから何しましょうか。さあ、鉄がそろそろ焼けたかな。鉄そろそろ焼けたと思いますので、石炭取ってってもいいけどな。よいしょっと。さあ、作業台と、鉄焼けてますね、オッケー。ということで、金属を手に入れるをか解禁しました。達成しました、オッケー。さあ、かまどをもらいましてと。さあ、石炭を掘る、一旦向こう行くか。一旦向こう行きましょう。一旦ジャングルの方、ちょっと見に行きましょう。まだね、まだ正午過ぎぐらいなので、まだ1時ぐらいですかね。
さあ、ジャングルの方へ。ジャングル、意外と遠いな。まあ、一応12チャンクなのでね、ちょっと食料ないですけど、12チャンクなので、ちょっと、思ったよりも遠いですね。さあ、ジャングルってことでね、まあ、ジャングルの苗木とかは別にいらないんですけど、あれですね、竹が欲しい。竹が、まあ、ちょろちょろと取れればいいなって感じですね。まあ、ジャングルの寺院とかは別にもうどうでもいいので、ちょっとどうでもいいものはスルーしつつ、ちょっと竹を探しましょう、竹、竹。竹、ジャングルってね、ここにしかない珍しいものがいっぱいあるんですけどね、100 days で言うなら、基本的には、まあ、スイカいらねえだろう。まあ、スイカもいらないし、まあ、基本的には竹ぐらいしか欲しいものないのかな、みたいな、そんな感じですね。さあ、向こう、うわー、洞窟です。さあ、足元に気をつけつつ行きましょう。まあ、一応竹が一本見えておりますが、危ないとこに生えてんな、竹。なんかもうちょい安全な竹ないの？なさそうですね。茶色の羊。まあ、竹が1、2、2本ありますね。竹の適正ツールは、あれなんですね。剣なので、まあ、斧で縛いていきますか。さあ、竹をゲットしまして、そういえば竹ブロックもね、追加されたのでね、まあ、建築に使えなくもないぐらいのものですが、まあ、どっちかというと足場ですよね。基本的には足場に使っていくという形にはなるのかな、みたいな、そんな感じですね。やっぱ足場ね、便利ですよね。特にね、Java 版の足場はね、ワンクリでね、ワンタッチで壊れるので、いや、マジであれいいよね。あれ統合版にも欲しいわ。あれマジで統合版にも、一体ちょっと落下ダメージ気をつけて。まあ、もういいか。ちょっともうそろそろ帰りましょうか。あの、方角がわからなくなってね、夜になっても困りますので。さあ、多分こっちだと思う。さっき、来た方向。さっき来た方向、多分こっちだと思うんですが、さあ、どうですか。さあ、お、明石な、サバンナの方を見えてきましたね。よいしょっと。さあ、ここの竹もついでにもらっていきましてと。オッケー。さあ、竹がほどほどに集まりましたね。35。まあまあ、悪くはないぐらいの。で、海岸ですね。海岸なので石炭とかが見えている可能性がありますので、銅はいらないんですけど、あ、いいっすね。石炭いっぱいありますね。石炭もらっていきましょう。やっぱね、石炭は欲しいよ、やっぱり。石炭マジで使うからね、いっぱい。特にね、この動画っていう、動画でやってるからさ、あの、あれなんですよね。松明を置かないと暗くて見にくいっていう、そういう問題もありつつね。まあ、編集でごまかす方法もあるっちゃあるんですけどね、あれ編集、めんどくさくはないんですけど、なんか難しいんですよね。難しいというか、なんていうの、バランスが難しい。どれくらいのバランスでやればいいのかっていうのがね、ちょっと難しいところではありますので、まあ、あんまりやりたくはないな、みたいな、そんな感じですね。まあ、見栄えも悪くなるしね。シンプルに見栄えも悪くなるので、あんまりやりたくはない。さあ、一旦村の方帰りますか。うん、さあ、この辺の石炭も一応回収しつつね。石炭の回収はマジでマスト、絶対に回収しろ。オッケー。まだある。いやー、ちょっと。あー、採掘速度上昇が欲しい。ビーコンパワーとか、採掘速度上昇5とか欲しいよ。さあ、木は、まあまあ、ほどほどにはあるが。いや、でも昼間のうちに木集めておきたいですよね。ちょっと昼間のうちに木集めましょう。まあ、この辺からね。多くの原木いただいていきましょう。多くの原木を多くいただいていきましょう。なんかこれさ、いつものワールドでも言った気がするな、このくだらねえやつ。前のワールドでも言った気がするけど、まあいいや。近接いきましょう。さあ、多くばかりだとね、ちょっとあれなので、まあついでにこの辺ももらっていきます？白樺とかでね、まあほどほどに、なんか、なんていうの？変調しつつ、まあ、仮拠点の素材になればいいかな、みたいな、そんな感じですね。仮拠点の素材になりそうな木材をいっぱいもらっていきましょう。アカシアはね、狩るのめんどくさいのでね、普通に狩るのがめんどくさいからね、あんまり狩りたくはない。なんだっけ、統合版じゃねえや、ジャパ版にはなんだっけ、木こりモッドみたいなのあるんですよね。あれいいですよね。あれ欲しい。あれ欲しいって言って、まあ、入れようと思えば入れられるんですけど、多分ね。アイスさんもっと今、まだね、入れたことないので、どうやって入れるか知らないんですよね。まあいいや、それは一旦ね、後々ということで。さあ、ある程度、素材集めまして。さあ、まあ、いいか、二日目こんなもんでいいか、一旦。二日目こんなもんで良さそうなので、さあ、地下へ参りますか。さあ、10分になってまいりますので、もうすぐ夜になってきますね。もうすぐ夜になってきますので、一旦チェストを作りつつ、
まあ、さ、あっち方向、あっち方向に、これ音大丈夫かな？なんか、帰ってくる音がなんか若干ガビってる気がするんだけど、大丈夫そう？大丈夫そうかな？わかんねえや。さあ、この辺にね、ブランチマイニング場を作ろうとしているわけなんですけど、まあ、一応この辺を拠点としていくのかな、みたいな感じで、どっかにね、穴があるから気をつけましょうね。こっか。ここですね、OK。まず、作業台を置きまして、作業台を置いて、作業台を置きまして、OK。作業台を置いての、チェストを作りましょうか。チェストを、まあ、ラージチェストでいいか、ラージチェストを作りまして、まあ、ここにつけまして、いらないものをしまっていきたいんですが、その前に棒を作りまして、はしごを、まあ、2つぐらい作りまして、これで足りるかな？上から下まで。よいしょ、こっちか。ほい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 。よいしょっと。ほい。オッケー。さあ、これで全部繋がりましたので。さあ、ここのを破壊しつつ、ちょっと荷物しまってる時間ないな。ちょっといらないアイテムしまっていきたいんですが、鉄はもらっていこう。鉄、星草の俵もいる。竹とかかまどもいるな。この辺の肉類がいらなくて、これもいらなくて、これもいらない。サトウキもいらない。クワもいらない。原木もいらない。はしごいらない。これでいいか？これでいいか？本当にこれでいい？これで良さそう。よし、地下へ参りましょう。さあ、夜になってまいりましたので、このままに行くとね、普通に落ちますので、一応注意しつつ、この辺の土もね、ついでに破壊しつつ、下へ参ります。あー、待って、水持ってこればよかったー。もう、水持ってくるの忘れました。ということで、今のうちにね、若干アイテムを整理しつつね、やっていきましょう。さあ、こんなもんで、ご飯と、松明と、まあ、これでいいか。OK。で、地下にもね、チェストを作っていきたいんですが、一旦石のつるはし、これ壊しましょう、もう。で、鉄に乗り換えていきましょう。さあ、鉄へ乗り換えるということで、まあもうね、鉄9個ありますので、鉄のつるはし3つは作れますね。素晴らしい。さあ、昨日のね、続きですね。まあ半分まで掘ったので、残り半分ですね。まあ、結構余裕でブランチマイニング場を作るぐらいの時間はあるんじゃないですかね。でね、100days なんですけど、100days ってどうなんだろう？風車型って許される？風車型ってね、あれ基本的になんかいっぱい掘らないと効率が良くならないみたいな感じだった気がするので、風車型だとちょっとなんか時間がかかって良くないのかなみたいな、そんな気もするんですよね、アイスさん的には。わかんないけど。あれね、掘れば掘るほど効率が上がるっていう感じだったはずなんですよね。あんま詳しくはないけど。あんま詳しくはないけど、なんかそんな感じだった気がするので、さあ、とりあえず鉄を取りまして、お、鉄いっぱいありますね。嬉しいですね。さあ、鉄で、まあ、鉄フル装備ぐらいは作りたいですね。なんか今、弓の音しなかった？気のせいですか？まあ、するわけないんですけど、この空間にスケルトンね、湧くわけないので、まあ、さすがに気のせいだとは思いますが、さあ、ワン、ツー、これ一番最後の列ですね。一番最後の列を掘りましてと。これさ、アイスさん的にさ、これ3マスにしたいんだけどさ、これ時短のために2マスでいっか。と、アイスさんね、あ、まあ、アイスさんいつもこれ高さ3でやってるんですけど、ちょっと時短しましょうか。時短で2でいきましょう。で、この辺は一旦埋めまして、いらない石を使って埋めていきます。よいしょっと、さあ、埋めて、OK。そう、君じゃない、OK。埋めまして、作業台で、チェストを作りまして、とりあえずチェストを4ぐらい作っといて、この辺にね、埋めていきます、チェスト。さあ、開けましてと。アイスさんね、この埋めチェスト意外と好きなんですよね。埋めチェスト。で、俵とかこの辺は一旦いらないので、鉄のつるはしも3つバーンと作っちゃいましょう。ほら。あ、いい、合ってる、合ってる、OK。で、あれ、縦作りましょう、縦。1個鉄余ったので、縦作りまして、まあ、左手はね、ちょっと危ないので、縦に強きます。で、まあ、一旦いらない素材類はしまっておいてもいいかなーって感じで、ツルハシ、ツルハシ、あ、やばい、インベントリ整理癖が、インベントリ整理癖が、ここで悪い方向に働いている。で、待って、かまどがあるから、かまどを使っていきましょう。こことここを開けまして、あー、鉄出てきた！鉄出てきたけど、これさ、下、穴の可能性がありますので、ちょっとそこだけ注意しつつ、OK、大丈夫そう。よいしょっと。で、かまどを2つ設置しまして、石炭を1個でいいか？で、半々でね、焼いていきましょう。OK。どうしよう。
でもさ、こっち側さ、大洞窟だったから、こっち側をこっち側にするみたいな感じでよくない？ということで、こっち側にね、ブランチマイニング場を作っていきましょう。さあ、とりあえずね、こっからまっすぐガーッと掘っていきまーす。ぐわーっと掘っていきます。まあ、真ん中の通路を1列にするか2列にするかみたいな話はあるんですが、今回はね、一応、はしご型という形でやっていければなーって思います。ということで、まあ、はしご型といえばね、まあ、とりあえず真ん中、まあ、はしご型というか、まあ、適当掘りですよね、要は。要は適当掘り。一旦立ってしまっとくか。一旦立ってしまって、多分、松明持ってた方が、今は便利なので、まあ、敵側ね、湧かないので、敵が湧かないうちはね、さすがに松明持ってた方が便利なため。さあ、早速ね、鉄が出てきました。嬉しいですね。鉄なんて何本あってもいいですからね。マジで鉄、無限に欲しい。で、ね、これ埋めてるのもね、多分あんま良くないんだよな、時間的に。時間的なことを考えるとね、あんま良くないんですけど、マジでさ、アイスさん手癖で埋めちゃうんですよね。アイスさんね、ブランチマイニング場を作るといつもね、マジで埋めちゃうんですよ。ということで、お、また鉄出てきた、嬉しい。やっぱブランチマイニング場、まあ、いつもね、風車型でやっているので、まあ、風車型ってね、もう美しさこと思考なので、これさ、前回も噛んだよな。思考って言いにくいみたいですね。さあ、洞窟です。洞窟ではないですね。ただのホラー穴っぽいですね。ホラー穴？ただ空間が空いてるだけっぽいですね。まあ、この辺は気にせず行きますか。ここもね、しっかり埋めていきます。あ、違う。お前じゃない。違う、そうじゃない。オッケー。あのね、まあ、こういうところからね、まあ、スケルトンにいられたりするのでね、まあ、そこだけマジで注意しつつ、やばい、手癖で埋めてしまう。手癖で埋めてしまうの多分良くねえんだろうなーって思いつつね、やっていきまーす。さあ、どれくらい掘りましたかね、わかんないや。さあ、残り3分ですね。残り3分半ということで。さあ、そろそろね、時間になってまいりましたが。さあ、どこまで掘れるか。いや、本当はね、風車型がいいんですけどね、アイスさん的には。風車型の方がね、綺麗。美しさ。やっぱり美しさですよ。ブランチマイニングはね、美しさですから。ということで、さあ、鉄を発見しまして、これ、鉄焼いて終わりかな？鉄焼くところまでいけるかな？鉄焼くところまでいけると嬉しいですけど、ちょっと、どうしよっかな？このまま帰るか、どれくらいまで行った？まだ見えてるな。そんなに掘ってないな。まあ、そんなに掘ってないけど、まあ、こんなもんでいいか。じゃあ、一旦このあたりで松明を置いて、折り返していきましょう。まあ、せっかく、まあ、真ん中の列なのでね、まあ、主要道路なので、一応2本にしておきます。まあ、見栄えはね、まあ、しゃあない。もう、この辺はしゃあない。ので、まあ、諦めまして、そ、これ、戻れる？あと2分半しかないけど、戻れますか？まあ、とりあえず、戻ってほしいな。戻れたら嬉しいなというテンションで掘っていきますが、ちょっと間に合わないかもしれませんね。いやー、ブランチマイニング、まだ始まってもないのに、鉄がいっぱい取れてるの結構嬉しいですね。そして、まあ、変な洞窟には当たってないのでね。まあ、さっきの、一応洞窟ではありますが、変な洞窟ではないので、多分大丈夫。いやー、やっぱ洞窟ないとこがね、ブランチマイニングしやすいですからね。反対側はね、やっぱ大洞窟だったので、ちょっとブランチマイニング、特にね、あの大洞窟があるからね、風車型ちょっと嫌だなっていう気分にはなるんですよね。やっぱ大洞窟のね、風車型、マジでどこ行ってるかわかんなくなるのでね。マジでめんどくさいんですよね、あれ。あ、ということ、あ、間に合いますね。全然余裕で間に合いますね。まだ1分半あります。大丈夫。いやー、あの大洞窟、いつか行くのかなー。いや、多分、アイスは行かないと思うけどなー。だって、ハードコアだよ。ハードコアであんな大洞窟ね、死にに行くようなもんですから。まあ、もう、ネザライトフルエンチャーになったら行ってもいいですけど。まあ、それまではちょっとね、ちょっとやめときましょう。さあ、ということで、さあ、ブランチマイニング場へ帰ってまいりまして、とりあえず鉄を焼くか。鉄を、まあ、これ1でいいか。オッケー。で、鉄インゴット取りまして、鉄インゴットは？あ、もうない。全部使った。はいはいはい。ヘルメットと、ブーツだけ作っときましょうか。ということで、とりあえず2パーツ、鉄になりました。オッケー。さあ、まだ1分ありますので、パンでも作りますか。干し草の俵を、小麦にしまして、こっからパンをバーンと、バーンと、パーンと作っていきます。はい、くだらない。はい、いつものくだらないやつですね。さあ、丸石を適当にしまいまして、鉄も一旦しまっといていいか。で、パンも一旦しまっといてよくて、まあ、とりあえずこれでいいか。
さあ、とりあえず、これでブランチマイニング、待って。この後ね、上変えることを考えた場合、木材と丸石と、作業台、パン、鉄、ま、これぐらいは持っといてもいいか。ということで、さあ、残り10秒ということで、さあ、これ焼き切れないですね。焼き切れないですが、もう1パーツぐらいは作れる。ということで、さあ、もう1パーツ変えまして、ここでタイムアップです。ということで、セーブしてタイトルへ戻ります。はい、ということで、2日目お疲れ様でした。今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。